続いてのゲームはもうこれ全員でお題が出るんで、その答えをまあ合わせるとマイナスポイントが一番多い人が視聴者にプレゼント。いやはい、9問目。新キャプテンの谷口翔吾といえば、ポックの顔見て、また出たよみたいな。いやこれもだからあれだよね、表現だよね。多分正解しないもんね、これ。うん。俺とホックンは近いニュアンスになると思うんですけど。はい、なんだろう。あ、なんとなく、その一言でなんとなく、あれか。ゴルフがうまいとかっていうこと。いや、ゴルフうまくないっす。うまくないっす。うまくないんだ。まあでも、これかな。俺は当てに行きました。合わせに行きました。え、当てに行ったの？え、違うの？当てに行ったか。自分の。じゃあ、ホックンと当てに行くわ。ああ。結構俺強めだよ。はい。はい。せーの。ゴルフ。しょうもないわ、当たんないって。レオが一番悪いと思う。逆に。レオ、逆に悪いよ。面白くないし、お前。違うんすよ。てか、あんまりまだ分かってないんで。まあ、4分の3でディスったね、今。これでしょ、ポック。ああ、それはもう間違いないでも。かわいそうだ、言うと。それに関しては分かんないっすよ。分かんない。俺も分かんないもん、あんま言うとかわいそうだから。いや、しょうもないが一番ひどいけど。いやでもなんか、しょうもないよね。意外と。振りがすごいよ、ポックと。え？言葉のくくりがさ、広すぎてわけわかんない。うん、いやでもなんとなく、なんとなくわかるっしょ。意外と。言われてみればね。俺わかんない。意外としょうもないよなって。いや、わかるじゃん、つって。めんどくさがりは、何かわかる。いや、これわかる。うん。あ、そうなんすか。あんちゃんのそれ結構良かったかも。うん。これ、俺多分一番なんかしっくりきてる気がする。うんうん。一番。それだったかも。それだったかもしれないです。じゃあ俺以外マイナス1ポイントしてよ。いや、それはできないです。いや、それは無理です。かたくなに。ラストなんで。ラスト1問、もう北斗負けないじゃん。やった。J リーグの得点王といえば。はい。あ、待って。どっちだ？わかるわかるわかる。待って、これ、ちょっと待ってこれ分かれるっすよね、絶対。分かれると思う。これは当てに行ってるよ、ちゃんと。当てに行ってるんですよね。待って、どっちだ。ちょっと外したくないな。いや、俺マジ自信なくなってきたわ、今。北斗が当てに行ってるんですよね。うん。あー、いやー。まあまあ、当てに行く。いやー、これ俺ダメだ。俺これ絶対一人になるわ。いや、俺こっちでいいよ。よし。じゃあ、せーの。あ、俺だ。うわぁ。あぁ。まあ。いや、俺も迷った。どっちから作るんだよ。どっちから。どっちかっすよね。3年連続ってのは確かにすごい。いや、そうなんだよね。うん、だから23点だよ。いや、確かに。うん、まあ、その2択っすよね。二択だね、俺らからしたら、うん、ああちょっとこれあれだね、3人並んでしまったね。もう1問だって。3人でもう1問。ああそれで、ポックンがそのな、それないだろうっていう答えにしよう。ああ、オッケーオッケーオッケー。問題大事っすよ。女性の好きな仕草といえば、 A 笑顔、 B 髪を結ぶ、 C ボディタッチ。だから、うん、女性の好きな仕草でしょ。もうほぼ二択なんだよな。どっち書いた。じゃあせーの。なんでだよ。やすくやっぱ
合ってるっすね。これさ、ちゃんと正確なこと言っていい？うん、はい、笑顔とか仕草じゃないじゃん、もう。いや、負け、負け、いや、スランちゃんだ、言ったらダメっすよ。いや、いや、マジか、結構ショックだ、これ。絶対笑顔でしょ、絶対笑顔でしょ。でも、な、笑顔は常でしょ。常に笑顔にさせるってことか。でも、まあ、ゲームなんでね。まあ、ゲームなんでね。はい。まあ、また、僕がビリということで。そうですね、ちょっと、急に話が入って、こう、やりましたけど、どうだった？レオとか。まあ、結構さ、急にこう、やろうって言って、はい。やってみたけど。いや、でもなんか、ぶっちゃけ最初、あの、俺、北斗くんとあんま喋る機会なくて、急にやりづらいなじゃねえんだよ。いやいや、ポキト君とあんま喋ること少なかったんで、ポキト君怖いもん。こういう、あ、怖くねえだ。こういうゲームでなんかいろいろ話したんで、すごい楽しくできたんでよかった。じゃあよかったね、逆に。あ、よかった、本当に。ポキト君がなんか会話しないみたいな、結構カイトも言ってたじゃないですか。いやなんかさ、うん、4人いるからさ、うんうん、結構さ、まあ、固まるわけじゃないけどさ、うんうん、まあなん か集まってるから、まあ別になんか俺が喋んなくてもいいかなみたいな。まあまあまあ全員は前から一人で練習してたよね。なんか、うん、カオルと喋ったことあります？喋ってない。会話あるさ、ご飯行こう。時間が来たら喋るやつじゃない。え？時間が来たら喋る。でも普通喋ってたよ。シャワーとかお風呂一緒に入るときに普通にいろいろ話してるけど、うん、まあでも確かに普段はそんな喋んない。カオルそんな喋んの、あいつそもそもね、おしゃべりではないし、うんうん、分かんない、本当はおしゃべりかもしれない。ヤスはどうやろ。大先輩であるまあユースの安藤くんの企画にこうやって呼んでもらえて、こうやって新ゲームできて嬉しかったかなって思います。この画面、お前だけ黒く映る方が。まあでもあんま選手チームメイトと顔合わすことなかったんで、てかないんで、うん、こういうツール使えて会話できて楽しかったです。なんかまたね、こういうことじゃなくても使えるからね、これが。はい、またお願いします。はい。じゃあ、北斗。え？いや、ええじゃねえよ。なんでお前だけ下見えてんだよ。いや、俺体育座りしてるんで、今。あ、そう。リラックスしてるな。俺もみんなと一緒っすよ。やっぱ、一人だったからずっと。みんなの顔見えてよかったっす。そんなヒゲ面で。すいません、ちょっと、だらしないと見しちゃって。まあでもヒゲがだらしないって誰が決めたかってところなんで、うん、だらしなくはないです。ギャップありますよね。どう？いい？もうちょい近づいてください。うわぁ、でも結構そんな入るんですね。うん、けど整え方は知らないっていう、結構。まあまあ、反ります。人に合う。案外ちゃんとやれてよかったと思います。やっぱでもあんちゃん、ほんとあんちゃんのおかげじゃないですか。いや、あの気持ちが 1% もこもってない。大丈夫か。ほんとあんちゃん、ありがとう。手イジイジしながら喋んなと。ありがとうございます。まあこうやってちょっとラフにやってきたんだけども、やっぱりコロナウイルスがなかなかこう皆さんこうストレスを溜めてると思いますんで、まあ、緊急事態宣言が、まあ、終わるか伸びるかはまだちょっとわからないですけど、まあ、とりあえず、今は皆さん我慢ということで、まあ、YouTube でこの動画が上がったりしたらまた見てもらえればと思いますし、まあ、今しかできないっていうね、こう考えもあるかと思いますけど、今しかできないことっていうのは結構限られてるもんで、少しでも我慢して感染、しないように、そして感染拡大をしないように、皆さん家でやれることやって過ごしていきましょう。
まあ、またサッカーがねやれる日が来たら、みんなチームは頑張りますし、サポーターの人にも感動を与えれるように頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。じゃあ最後はみんなで